全国3000万人のプロレスファンの皆様、こんばんは。仮面貴族ザ・コボイです。今回は1974年10月25日に西ドイツで行われた試合、ローラン・ボック VS ミル・マスカラス伝説の不穏試合を考察します。プロレス未開の地で行われたため、日本ではほとんど報道されなかったシュートマッチ、試合は一体どんな結末に。それでは最後までご視聴ください。どうぞ。1974年10月25日、西ドイツ・ミュンヘン。プロレス未開の地で行われた伝説の一戦、ローラン・ボック VS ミル・マスカラス。同じアマレスをバックボーンに持ちながら、プロレスでは全く違う価値観で試合を行っていた両者。映像も写真も一切残っていないこの試合は、衝撃的なものになったという。地獄の墓掘り人と仮面貴族の対戦の裏側を考察しよう。ローラン・ボック。1968年に開催されたメキシコオリンピックでアマレス・グレコローマンのヘビー級にドイツ代表として出場。メダル獲得はならなかったが、西ドイツ最強の男と呼ばれ、次のミュンヘンオリンピックではメダル候補となっていた。しかし禁止薬物使用の疑いからオリンピック出場権を剥奪されてしまった。アマレスに大きな未練を残しながらも、ボックは1973年9月にプロレス転向をしている。ミル・マスカラス。1962年ボディービルのメキシコ代表。1964年の東京オリンピックではアマレスのメキシコ代表候補に選出されている。東京オリンピック出場を逃すと、そのままアテスカ王の化身ミル・マスカラスとしてプロレス転向。プロレスと映画をリンクさせるメディアミックスでデビュー直後から大人気となった。そのファイトスタイルは華麗で華があり、メキシコのみならずアメリカ、ヨーロッパ、日本などからも引っ張りだこになっていた。最も世界で成功したメキシコ人レスラーである。二人には共通の評判がある。相手の技を受けない。相手の強さを引き立たせるセルをしないため、対戦相手から敬遠されがちであった。ただボックとマスカラス、セルをしない主張は大きく異なる。マスカラスは映画にも出演するスター選手、リングでも映画でも主役であることが当然。主人公がなぜ敵を引き立てねばならないのかという考え方。一方のボックはこうコメントしている。私ほどの男が相手に投げ飛ばされるようなことがあってはならない。スティーブ・ライト。ボックは相手を怪我させても自分をよく見せたいやつ。ザ・グレート・カブキ。マスカラスを相手を光らせずに自分だけよく見せたいやつ。やったらやり返されるのがこの世界。両者ともに恨みや嫉妬でシュート、ガチンコを仕掛けられることも多かったという。マスカラスとの試合の2ヶ月前、ボックは最強とも評されたジョージ・ゴーディエンコにシュート仕掛けられたが返り討ちにしている。前田明。何て言うんだよ、お前ら。落ちたのか。ゴーディエンコとは出ましたよ。ルーテスやビル・ロビンソンを蹴らすのに。じゃあゴーディエンコは、聞くと、あれは自分よりアドレジナル選手からって語ろうとしやがったよ。ローラン・ボック。ゴーディンコは私に対して骨折させるようなファイトを仕掛けてきた。通常の試合とは異なる危険な攻撃だった。後日彼自身もプロレスとはどういうものか分からせるためにプロモーターに雇われたと告白してくれたよ。仕掛けられたボックは逆にゴーディエンコの足首を折り返り討ちにしている。ジョージ・ゴーディエンコ。僕こそドイツ史上最強のレスラーだ。シドニーオリンピックレスリング代表で MMA でも活躍したドスカルスジュニアがある時、ルチャなんてあんなのインチキでしとつぶやくと、それを聞いたマスカルスが怒り狂った。リングに上がれとシュートで勝負を挑む。ドスカラスジュニアは転がされ決められまくりで、マスカラスに圧倒されたそうだ。ドスカラスジュニア。おじにはシュートで全くかなわなかった。マスカラス。私をその気になればリング上でアクシデントを起こすこともできるんだ。プロレスの神様と称されたカール・ゴッチ。そのゴッチでさえボックとの対戦は避けたという。ボック。カール・ゴッチにはあいつとやるのは嫌だと逃げられたよ。また、愛弟子の猪木が
ボックに挑戦された時にも対戦を避けれるようにアドバイスしたそうだ。あんなルール破りの男と戦うのは危険だ。アントニオ猪木、ボックによって多くの選手が怪我をして再起不能になったのを知っている。我々が使っているものとは全く違う形で受け身を取らせないように投げてくる。そのまま肩から落としたりね。一方のマスカラスは嫉妬、人種差別、制裁などでシュートを仕掛けられることが多かったという。スタン・ハンセンやルーザー・ボルディなど大型の選手にシュートで立ち向かうこともしばしば。巡業中は読書かトレーニングに時間を費やすストイックさを併せ持つ。また甥っ子のドスカラス・ジュニアがプライドのリングでミルコ・クロコップの左ハイキックで KO された試合を見るや、自分がリベンジすると言って聞かなかったという。マスカラス、私がミルコとやってやる。今すぐミルコとの試合を手配しろ。他のレスラーからはマスカラスは相手の技を受けないというもっぱらの評価だが、バックを取られても一瞬で取り返し自分のペースに持ち込む技量があったとも言える。セルをしないのは否定しないが、マスカラスのテクニックに相手が翻弄されるケースも多かったと付け加えておきたい。日本プロレス時代、マスカラスと対戦したジャイアント馬場、トップロープからのフライングボディアタックを放ったマスカラスに対して馬場はバカ野郎と言ってマスカラスを叩き落としたことがある。バカ野郎、あんな技を見られるかよ。恥をかかされたマスカラスは控え室で号泣したそうである。ザ・グレート歌舞伎、マスカラスは泣きながらもう馬場とやらないってすねすよ。またリング外ではこんなエピソードもある。日本プロレス時代、奄美大島など離島での巡業、船での遠征となったのだが、鹿児島港への帰路の船内でのこと。私に一等船室はないのか、シャワーはついてないのかと終始クレームをつける。外国人レスラー担当でレフェリーの城樋口も最初はスターのマスカラスをなだめていたが、あまりに必要なクレームに最後は切れてしまう。てめえ何様だと思ってやがる。ニューヨークの連中だって黙ってついてきてるじゃないか。ふざけるのはいかにしろ。自身の外国人レスラー担当の役目を忘れ、マスカラスを怒鳴りつけ、中身の入ったビール瓶をケースごと投げつけたそうだ。城樋口、マスカラスはプライドが高くてわがままで参ったもんだよ。マスク破りの話。東京都内某所のプロレスショップにマスカラスのマスクのコピー商品が売られているとの情報をマスカラスがキャッチ。その店舗に出向き、まずは素顔で入店。店内に自分の偽物マスクが販売されていることを確認。一旦店を出てマスカラスとなって再登場。私の許可もなく勝手に偽物を売るな。怒りのマスカラスは店中のコピーマスクを全てハサミで切り刻んだという。仮面貴族とは一体。マスカラスの異名仮面貴族よりももっと有名なのが千の顔を持つ男。そもそもリングネームの見るマスカラスというのは千の顔という意味である。皆さんの知るマスカラスは千種類ものタイプのマスクをかぶっているイメージだろうか。マスクのカラーバリエーションが豊富といった印象ではないだろうか。以前は本当にいろんな種類表情のデザインのマスクをかぶっていたマスカラス。現在のマスカラスデザインに落ち着いたのはこの今回のドイツ遠征が大きく関係している。現地のプロモーターグストロカイザーがこう助言したという。毎日覆面を変えてしまうと観客が違う選手だと思ってしまう。ドイツではサーカスのように1箇所に 1,2 ヶ月滞在し、日本の大相撲巡業スタイルでトーナメントを行うのが通常である。そのため毎日マスクをチェンジされると観客がマスカラスを認識しづらいと進言したのである。毎日覆面を変える千の顔を持つ男のギミックを捨てるわけにはいかないマスカラスは、妥協案としてオーバーマスクのスタイルを考案したのであった。結局このスタイルは日本にも持ち込まれ、オーバーマスクはマスカラスの代名詞となった。また当初はオーバーマスクの観客席への投げ入れはせず、セコンドに預けるようにしていた。
スーパースターのマスカラスのドイツ遠征は2週間の滞在となった。対戦した各レスラーはマスカラスに花を持たせた。彼が対戦したレスラーの中にはドイツ修行中だった長州力もいた。長州力、俺ドイツでマスカラスやってるんだよ。彼はドイツでも白鳥のように飛んだり跳ねたりしてたよね。さて本題のローランボック VS ミル・マスカラスであるが、映像はおろか写真の1枚も残されていないのである。当事者関係者のコメントからイメージを膨らませてみたい。対戦時の年齢、ボック30歳、マスカラス32歳、共に全盛期といって差し支えないであろう。田園コロシアムでの鶴田マスカラスの3年前、シュッツガルトの惨劇の4年前である。試合結果はなんとたったの90秒でボックが勝利している。マスカラスをよく知る日本のファンにとっては信じられない結果である。週刊プロレスに掲載された記事によるとこうである。ボックはフルネルソンの体勢から何度も何度もマスカラスの顔面をマットに叩きつけた。猪木戦でも見せたフルネルソンバスター。猪木も受け身を取れない状態で顔面から落とされてこうコメントしている。あの技で脳震盪を起こしたよ。これを何度も受けたとなると非常に危険である。フルネルソンで後ろからすごい力でねじ伏せられたのでは身動き一つ取れない。もちろん分かっていながら君やろうと言いなかった。これはプロレスのルールに反する。あれではレスリングではなく殺しだ。ゴッチが聞きたいした通り、あいつはプロレスラーではなくただの殺人者だった。藤原義明、ドイツのリングは板とシートの間におがくずが引かれているだけだから、何試合か進むとおがくずが引っちゃってキャンバスがデコボコになっちゃうんだよ。おがくずが移動したところなんてただの板輪だよ。ホール負けとの記述もあれば失神 KO と伝えた記事もある。マットに叩きつけられて脱臼したとの噂もあった。いずれにしても試合タイム90秒で勝利したとあれば、マスカラスに一切の見せ場を作らなかったのは間違いないであろう。ローランボック、マスカラスはミドル級クラスのレスラーだったので私に勝てる要素はなかったね。良いレスラーだったとは思うが、ジョージやミヨキのように強烈な印象を残すレスラーではなかったな。彼はマスクで顔を隠すことで観客の興味を引きつけて、うまい具合に人気を取っていたよ。観客は彼が私にマスクを取られて素顔が見えることを期待していたんだがね。マスカラス、あいつはプロレスを全く知らない。ボック、私はプロレス界の決まりや基本的なバックグラウンドというものを理解することも同意することもできなかったのかもしれない。ボックのホームリングということを考えると、勝敗のブックはボックの勝利だったと思われる。ただこの90秒の一方的な惨劇はとてもあのマスカラスが受け入れたものとは思えない。今回の試合はボックが仕掛けたと考えて差し支えないと思う。ボックの伝説作りに利用されてしまったマスカラス。しかしその後ドイツのプロレスは衰退し、プロレスのマーケットは消滅してしまった。やはりプロレスは持ちつ持たれつ。相手の光を消せば業界の光が消えるという教訓がここにあった。ザ・コボリンだ。よっしゃ。はい、今回の考察はいかがだったでしょうか。コメント欄に感想を待ってます。チャンネル登録、いいねボタンもよろしく。それでは次の考察でまたお会いしましょう。 See you。